江口拓也です。よろしくお願いします。何？何ですかそれは。何ですか。どういうテンションで。違う、あの梅ちゃんの真似をしようと思って低い声を出そうと思ったら全然出ない。全然出てなかったですね。やっぱ唯一無二なんだなって思った。唯一無二ですよね。本当に。よろしくお願いします。お願いします。パイセンよ。本当に、ね、いやー出たかった。いや言ってくれてたんですよねずっと。出たかったって言って。言ってたのに、呼んでくれないか、うん、全然。今回、ようやく来たよ。いや、いや、呼んでたんですよ、ずっと。うん。ずっと呼んでたんです。いやいや、呼んでて嘘だよ、嘘だよ。江口さーんってずっと呼んでたんです、僕は。嘘やん。来てよーって。本当に？家で。呼んでたんですよ、来てくださいって。本当。呼んでたんですが、うん、なかなかちょっとタイミングが、まあ、焙煎もお忙しいですし、だってそれこそ梅ちゃんにも、おい、なんか出させてよ、みたいな。いや、エグさんいいっすよ、みたいな。なんか。あ、お断りされてたんですね。いや、梅ちゃんそういうところあるから、ツンデレだよね。どっちが本当かわからない場合ありますよね。いや、全部わかる、俺。え？結構相思相愛よ。え、梅ちゃんと？うん。え、ちょっと。なんか、孝太郎は、そんなに仲良くないかもしれないけど。やめてくださいよ。俺は、え、終わり今の僕なんですよ。仲良くないかもしんないで、ふわっとさせて、次行くのやめて、ちょっと。不穏な感じになっちゃうから。じゃあ否定しろよ。いやだから、プライベートで会って、はい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 、どっか行くとかっていうのは、うんうんうん、ないですけど、まあね。まあ仕事現場とかだったら全然話したりしますし、うんうんうん、まあそこでね、黙られても困りますけどね。そうです。え、まず、どうなんですか？え、僕？はい。いや、だから、あの、え、梅ちゃんとの話？はい、そうです、そうです。いや、もうすごいよ、最近。スキンシップも、っていうか、梅ちゃんからスキンシップしてくんの。へぇ。なんか最初は、結構そう、人見知りというか、静かな男じゃん、うん、そうですよね。だから、挨拶程度だったんだけど、うん、いつしか、すれ違いざまに、あ、おはようございますって言ってくれるようになって。あれ、それなかったんですか？いや、現場で入った時には言ってくれるよ。あ、はい、はいはい。でも、なんか、あの、やっぱりそのやりとりって何度もやるみたいなって、うん、結構仲いい証やん、はいはい、確かに確かに。で、それがいつしか、すれ違いざまに何も言わないでお尻を触ってくるようになって、うん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 、で、最近は、あの、すれ違いざまに足をぶつけてくる。なんすか？つまずくんですよね。そう、つまずいて。そうそう、は？なんすか？怒ってくる。何？つって。そういうことをやるようになってきて、なんか、あ、仲良しになれたなぁと思ってね。え、でもそれ多分まだまだです、江口さん。え？僕 LINE で殺すぞって言われました。それまだまだですよ。嘘。え、これ LINE で殺すぞ。LINE で殺すぞって。それは本当に仲悪いんじゃないの？いやいや、大丈夫。そんな仲悪い人に言わないですから。本当？はい。俺は、あの、LINE で、いや、言っていいのかわかんないんだけど、うん、なんか NG だったら言ってくださいって思いますけど、なんか送って、どんな内容でもよ、うん。いいことを言ってても、何気ないことでも、絶対に最初の返信は。え、変わらず何にも。何にも。その3文字だけ。すごくないなんか。すごいっすね。どんな関係なんだろう、俺。舐められてますよ、関係。仲いいの仲がいいってことですね。仲がいいのっていうことでね。